アップルの MacOS、iOS、iPod に内蔵されているスクリーンリーダーである。ボイスバーを使うことでユーザーは音声説明で m a c ントッシュ i n t o s h や iOS デバイスを使用することができる。Mac の場合はキーボードでのタイプを読み上げる。この機能はディスレクシアなども目、弱視のユーザー向けである。ボイスバーが最初に搭載されたのが MacOS 10V10.4 で、 視覚障害が原因で読むのが困難なユーザーに向けた機能だった。MacOS 10 V10.3 にてスポークインターフェースプレビューという名でプレビュー版がリリースされた。ユーザーインターフェースは種類のあるキーストロークでナビゲートする階層的な要素で構成されている。対話する要素もあり、例としてテキストボックスにおいて テキストを読み上げるだけでなく可能な場合編集もする。スクロールバーではキーボードを使っての移動もできる。また、盲目や難聴者が使用する多くの展示ディスプレイをサポートしている。加えて、マウスが使えないユーザーのためにキーボードナビゲーション機能もある。MacBook や Magic トラックパッドユーザー向けに、いくつかの特別なマルチタッチ機能もある。 iOS 版ボイスバーのバージョンによってトラックパッドのジェスチャーに反応する。例の一つとしてトラックパッドを使用するときスクリーン上で実際の視覚的レイアウトを探っておりトラックパッド上で指をスライドさせると要素が作動する。MacOS 10V10.5 では話し方の質を向上し、より人間の声に近づけたアレックスボイスが追加された。 かつて声は1990年代初めにアップルが出していたスピーチマネージャーから直接取り出していた。MacOS 10ライオンではボイスバー向けにニュアンスのリアルスピークボイスをダウンロードできるようになった。Mac での成功後、Apple は iPod Shuffle にもボイスバーに対応させ曲の再生時にタイトルを読み出せることが可能になった。iPod Shuffle の2010年バージョンでは ボイスバーでプレイリスト名も読み出せるようになった。Mac でのボイスバーがアクセシビリティとしての機能であるのに対し、iPod シャッフルのボイスバーはすべてのユーザーに向けた機能になっている。iPhone 3GS 発売から数ヶ月後、ボイスバーは iOS にも対応した。iPod Touch が iPhone 3GS 相当にアップグレードされた時に、ボイスバー機能が付けられた。 iPad では発売当初から搭載されている。iOS でのボイスバーでは、ディスプレイ上で一本指や、複数の指で作る違う動きで成り立つ、数種類のジェスチャーで対話する。多くのジェスチャーは、ロケーションセンシティブであり、例として、スクリーンに置いて一本指でスライドすると、スクリーン上で指が通ったところのビジュアルコンテンツを音声で示す。視覚障害のユーザーはアプリケーションにおける。 実際のスクリーン上レイアウトを探ることができる。ここでのダブルタップはマウスのダブルクリックに相当し目が見えるユーザーが項目をタップした時と同様に選択した項目を実行する。ボイスバーはまたスクリーンを見えなくすることができるがタッチするためのタッチスクリーンの感知は残りバッテリー消費は抑えられる。Apple ではこの機能をスクリーンカーテンと呼んでおり Mac OS が動く Mac にもこの機能はある。iOS でのボイスバーは設定アプリケーションにおける一般セクションの中にあるアクセシビリティセクションでオンにする。2009年9月 iPod なの系機器でもボイスバー機能が付けられた。iOS バージョンと同じジェスチャーの多くが有効である。ありがとうございます。